ハンバーグ付きスパゲッティか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。カリカリのコロッケも捨てがたいな。こっちが残れたのかな。ポークカツ赤ワン。はい。あ、そっか。スパゲッティ赤と白があるのか。うん、迷っちゃうな。ごちそうさまでした。ありがとうございました。美味しかったです。また来てね。まあ、全部美味しそうだな。全部盛りもできますけれども。え、全部盛りできるんですか。はい。あ、じゃあその全部盛りお願いします。かしこまりました。全部盛り版。全部盛りか、何乗っかってくるのかな。はい、三石です。完成したぞ。え、完成したんだ、最初の作品が。え、本当ですか。今すぐ向かってくれ。あ、今すぐ、いや、今すぐ。ちょ、彼の名は三石寛太、 B 級グルメ専門のフードライター。しかしそれは世を忍ぶ仮の姿。三石にはもう一つの顔が。私が館長を務めるパレド Z のチーフキュレーターなのだ。パレド Z は100年先の未来に残すべき一皿をパーマネントコレクションとして後世へと継承していく食の美術館である。さて今回の料理人はどんな一皿を完成させるのか、とくとご賞味あれ。パレド Z、 美味しさの未来。なぜ我々がパレド Z を立ち上げたのか。それはこの番組が美味しさの未来を考える蜜柑の提供だからに他ならない。洋食なら俺はこれ一本。全部盛りお待ちどうさまでした。おー、来ましたね。ありがとうございます。ハンバーグ、ナポリタン、目玉焼きにベビーフライ、カニクリームコロッケ、ロースハム、コールスロー、ポテトサラダ、レモン付き。ちょっとカンタさん、早くスガラボに行かないと館長にバレたら大変ですよ。コールスローって言わない。うん、動画だ。菅さんのことちゃんと予習しておいてくださいね。東京タワーのふもとに今回未来に残すべき一皿作りに挑む料理人がいます。菅ラボ菅洋介シェフ、21歳でフレンチの巨匠ジョエル・ロブションの門下に入り、世界各国で新店舗の立ち上げに尽力、パリ店の総料理長にまで上り詰めました。帰国後、食の実験室スガラボをオープン。完全紹介制でメニューはお任せのみにもかかわらず、店内は常に満席。予約は半年先まで埋まっているといいます。こちらは香港からのお客様、観光でいらしたのでしょうか。なんとスガラボで食べるためだけに。海外の食通をも虜にする菅シェフの料理とは。3日4日ですね、ここを閉める時間をあえて捻出して作って、ここ営業しないで、まあ、食材探しの旅をして、で、それをそこで見つけた食材でメニュー構成してるんですけれども、自ら産地に赴き食材を発掘、生産者の声に耳を傾けることでフレンチの枠を超えたスガラボの料理は生まれるのです。メニューには食材と産地のみ、どんな料理か想像を巡らすのも楽しみの一つ。北海道のイクラは卵黄と合わせモナカ風に、
萩の甘鯛は白味噌を加えた鯛の出汁を注ぎ、傍らには銀杏餅、まるで和食のような仕立て。これ地元からない料理だなとは思いますよ。フレンチとも違ってやっぱり本当に日本のいいものを使っていらっしゃるので、そういうところやっぱり見る楽しさっていうのもあるかと思います。菅シェフの料理哲学をもう少し掘り下げてみましょう。8月、名古屋のフレンチレストランシェ神戸のキッチンに菅シェフの姿が。実はここ彼の実家なんです。で、ここのテーブルだけ今日突然出さない。この日は開店40周年を祝うスペシャルディナー。僕は長男なんですが、三男の菅洋介がですね、パリからのメンバーとかこう京都や東京のシェフたちを集めて、一人一品ずつこう料理を作ってお客様に提供するという夢のレストランみたいな感じの、そのイベントをですね、やってくれるということで。夢の共演、菅シェフは新たに考案した料理を振る舞います。まあでも本当にこれ実現したのもですね、まあもちろんいろいろ僕らの仲間のレストランの皆さんがこうやって手伝いに来てくださるのと、あとはゲストで手嶋シェフとか、あと元井さんとか。花を添えるのはパリの星付きレストランパージュ手嶋隆二シェフ、そして京都の星付きレストラン元井前田元井シェフ。今日のこの日のためだけに、もちろんデザイナー高田健三さんの専属料理人を務めたレストラン豊中山豊光シェフもパリから駆けつけました。デセールを手掛けるのはロブションで苦楽を共にした成田和俊シェフ、さらにパルマハムの職人多田雅豊さんも参加。まさにオールスター。熱いものが見れると思います。そして夢の共演がスタート。なるべく両手で持ってて、両手でな、はい、L ちょっといいか、料理出すときお前が下がる、はい、お前が向かって出てくるの、はい、菅シェフ、この日はキッチンとダイニングのつなぎ役も務めます。ちょっといいか、まず、いや、俺が行く。テーブルからは早速簡単の声が。多田さんのフェルシューは24ヶ月熟成させたものを人肌で。シェフたちだって負けてはいません。中山シェフは明石のマダコにフルーツを合わせた爽やかなサラダ。手嶋シェフは天草のハモのベニエにブラータ、トマトを添え、仕上げはガーリックオイル。前田シェフは琵琶湖の天然すっぽん、ジロール、コウタケのリゾット。小林シェフは萩の甘鯛とアワビをクリアで味わい深いスープ仕立てに。デセールは成田シェフ、沖縄のパッションフルーツにマンゴー。息を飲むほどの美しさ。豪華ラインナップが出揃う中、菅シェフはどんな新作を披露するのでしょうか。ちょっとさ、時間かけていいから熱々で出せや。なんかハンバーグだけ入れ早いけど。ん？ハンバーグ？叩いた。もうミンチせずに叩いて肉を。ちょっと歯ごたえも。はい。両方下がってます。下がってる。オッケー。じゃあちょっと気をつけて。はい、俺今ちょっと個室トイレを作るから。いいか。俺さ。菅ラボ風ハンバーグ。オイトリュフで。香りも華やか。食材探しの旅で出会った十勝の豚と仙台の黒毛和牛をブレンド、ソテーしたフォアグラでコクと風味がより豊かに。家庭料理を見事メインディッシュへと昇華させました。叩いて、もうそう、叩いたからあの弾力があるのかなって思うぐらい、でソースにもすごく絡んでいて、今まで食べたことのない食感で、
定でした。そこでハンバーグを持ってくるというところがその菅陽介の凄さかなと思います。うん、ハンバーグってなんですけど、食べたら絶対黙らせるだけの美味しさがある、絶対どこにもない、絶対負けないハンバーグ、彼にしかできないハンバーグですから、うん、それは彼の凄さですね。誰もが知る料理で想像を軽々と超え感動をもたらす。15年近く菅シェフを見守ってきた地元の先輩は、やっぱり薫陶を受けた方がロブションさんっていうのもあるんですけども、それ以上に彼がそれを自分の中のフィルターにかけた上で細分化して消化した上で料理にしてるのは素晴らしいと思います。俺そのこと言われたことないです。おい。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。遡ること1ヶ月、我々は菅シェフにあることを依頼していました。菅ラボ菅陽介殿、未来に残すべき作品を提出されたし、パレドゼット館長、漠然としてますが重い宿題ですね。未来に残すべき菅陽介、彼はどんな作品を生み出すのか。100年先の未来に残すべき作品、菅シェフが選んだ食材は、フレッシュの白いんげん豆。自らの足で探し当てた北海道十勝産生の白いんげん豆。通常この状態になった時に、その北海道の十勝も皆さん収穫されて全部乾燥豆にしちゃうわけですよね。でそれをまあフランス、例えば同じ緯度にあるブルターニュ地方はこれをその乾燥じゃなくてフレッシュで食べて美味しいじゃないかということで食べ始めて、このフレッシュの豆の美味しさっていうのを僕はそのフランスに行った時に知って、でこの間十勝に行って、豆 の, その生産者の方々と話して、でようやくこうちょっと試験的に手に、入ったということですね。潰したニンニク、バター、玉ねぎ、豚の背脂をフライパンで温め、そこに生の白いんげん豆、焦げないよう鶏のだし汁を少しずつ足しながら煮込む。その丁寧な仕事は師匠ロブションに通じるところが、結局ジャガイモのロブションのジャガイモのピューレもそうなんですけど、全体的な作り方としては本当に何も普通に皆さんが作る、まあ、火を入れてこうして、まあ、バターの牛乳入れて、何もそこにマジックはないんですけど、これもそうだと思うんですけど、より滑らかにするため、よりふっくらさせるためにどうしてもその人が一人ずっとつきっきりになるっていうのは非常にできそうでなかなかできない。この皆さんがあんまりね、食べたことないだろうなって日本で思う、豆料理、編み出し初めてですね、初めて、ちょっと不安ですね。フランスでの感動を再現できるか。もうちょっと、違う、何度も味見を繰り返す。未来に残すべき作品、そう簡単には定まらない。その時何かをひらめいた。約束の日まであと1週間。今もまだ悩んでますけど。
何が足りない、何が違う、どうする。あ、三石です。たった今菅ラボに到着いたしました。はい、菅さんの作品味わってきます。菅ラボは食の実験室、一見すると壁に見える隠し扉の向こうにある。こんにちは。いらっしゃいませ。はじめまして、三石寛太です。よろしくお願いします。菅ラボの菅です。よろしくお願いします。今日は未来に残すべき作品いただきに参りました。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。じゃあ失礼します。早速菅シェフが手に取ったのはインゲンではなく、なんとトウモロコシ。お世話になったロブションが、これは面白いなというふうにおっしゃってくださった、また思い出の一品なので。ロブションが認めたトウモロコシ料理。しかし楽しみだな。スプーン一本、いや、どんなん出てくるんだろう。菅ラボ菅陽介シェフが未来に残したい作品。未来に残したいというテーマに沿ういろいろな理由がありまして、ちょっとこれを調理していきたいと思っております。それは師匠ジョエル・ロブションが認めた思い出の一皿でもあるという。一体どんな料理なのか。今回、まあ、トウモロコシ、これ非常に美味しい日本の北海道のトウモロコシなんですけど、トウモロコシの旨味をトウモロコシ全部使って抽出できたらいいなということで、このトウモロコシの軸もですね、使いたいと思います。実際この軸ってその甘味料として使われるんです。キシリトールになったりするんですけれども、それぐらいまだ甘みが残っている軸なので、このまず普通の水からこの甘みを抽出したそのトウモロコシウォーターでさっきの実をですね炊きたいと思います。遥か昔、紀元前から存在し100年先の未来も糧となっているであろうトウモロコシ。この馴染み深い食材を余すところなく使い、素材の魅力を最大限まで高める。それが菅シェフの考える未来へのプレゼント。軸の甘みを抽出したコーンウォーターで身を煮込む。味付けは塩のみ。ここに彼の料理哲学が。複雑な作業は入らず、まあ今幸いこうやって日本に帰ってきて旅をずっと続けて食材探ししてますから、まあその食材に合った調理法、一番そのうまみ美味しさだったりその特徴を最大限に引き出すための作業だけして、もうあとはもう食材の力でシンプルに美味しいものを美味しい状態で食べていただくっていうところがやっぱ一番のすごいところですし、よりシンプルになってきてるかなと思います。どん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 。17年もの間ロブションイズムを間近で学んだ。そしてたどり着いた彼のオリジナリティ、シンプルであれ。自らの料理哲学を師匠に問うたことがある。一回ロブション氏が日本に来て、ロブション氏が女子が来るから、まあ、ロブション氏の右手で僕の兄貴分がですね、お前何出すの大丈夫か、僕の家の実家に2回ぐらい食事に来てくださって、名古屋で何出すんだって言った時に、日本のトウモロコシ美味しいから出そうと思うって言った瞬間に、うちのその兄貴分の先生がトウモロコシなんてお前鳥の餌だろって言って言われたんですよ。そんなもん出して大丈夫かって言われたんですけど、出した時にボスが俺美味しいって言ってくださって。
喜んでお帰りいただけた気が、まあ17年一緒に仕事しましたから、ボスがこう分かってねえなと思ったらそれはなんとなく分かるので、そういうボスをいっぱい見てますから。そんなボスが8月天国へと旅立った。まあよく言われてたのは、その家族のようだとかよく言われてましたね。ボスに認められたあの日の喜び。料理人菅井陽介、彼が今作るべき作品はこれしかなかった。もうボスだったらそんなのお前ちょっと簡単すぎるだろうって今だったら言われてしまうと思うんですけども、はい、コーンスープになります。あ、それ、え？はあ。これトウモロコシのスープ、ちょっといただきますよ。きゃあ、これはもうとにかくトウモロコシ丸ごとだ。うわ、すごいな。トウモロコシの旨味を邪魔するものが一切感じられない。きゃー、地味がすごい。あー、どうもありがとうございます。いかがでしたでしょうか。とにかくこれ甘いですね。甘いんですよ、うん、はい。なぜこれを、そうですね、作品に選んだか。はい、その未来に残すの、まあ、10年未来なのか、でも100年未来なのか、1000年未来なのかっていうことを全て考えた時に、これは多分今後も残っていきますし、これを僕たち今の時代の、まあ、料理人が作るとこういう味、はい、なんかこれ飲んだ時に本当になんか子供の頃夏休みとかでトウモロコシがあってしまうかじって、なんか公園とか走り回ってた、なんかそんなの思い出しましたね。そうですね、トウモロコシ、水、塩、はい、素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございました。ジャガイモをフランス料理史に残る名作へと昇華させたジョエル・ロブション、その愛弟子菅井陽介がたどり着いたのは、トウモロコシを軸まで丸ごと使い塩で味付けしただけの冷たいコーンスープであった。数日後、菅シェフのもとに一冊のメニューブックが。菅陽介作コーンスープはパレドゼットのパーマネントコレクションに認定されました。口どけとか舌触りとかすごく最高でした。もう一生に一度しか味わえないものかなって思ってます。ただただ美味しいものが出ればいいだけではなくて、そこにこう携わる 料理人、またその生産者の方々、また文化、地域、その歴史、まあ、そういった総合したものの結晶がその料理だと思うんですね。それを召し上がっていただいて、幸せに、なっていただける、まあ、僕のツールだと思っています。パレド Z が未来に残すべき作品作りに挑むのは、この番組が美味しさの未来を考えるミツカンの提供だからに他ならない。